ちゃんくん耳だけこっち見てんの。ちゃんくん、おはよう。昨日はですね、ギターの、弦を張り替える、こんなの自分でやれよっていう話ですが、エレガットというギターが生まれて初めて使っています。クラシックギターの、弦の張り方というのがどうも根っこのところをこう結んであるような形なんですよね。これ、プロの技を一回見てこようということですね。教わりに行って、そしてそれを次回から自分でやる、これ、大人な考え方ですね。もうちょっと若い頃はなんでそんなんできるよって自分でやって失敗を何度も繰り返すようなことをしてみましたが、今回まずプロの、教えを請うということをしてきました。昨日の動画で、それはもうお分かりかと思います。程よい感じがする、はい、はい、今日は足に挟まれているジェン君です。落ち着くなこれ。ちょっと舐めるとくすぐったいんだけどね。ジャン君、ジャン君、あいで、ジャン君あいで、ブンちゃん、よいしょ。あえて、はい、やろうか。はい、
はい、今あげますから、ちょっと待ってください。欲しがっているのは、あ、なんだなんだ、どこまで行く、どこまで行く、そこは何もないよ、ない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 、はい、ちょこ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 、はいはい、うん、だって、うん、はいはい、今ね、ポンちゃんも待ってる、ポンちゃん、クシュクシュ、はい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ジャン君、ジャン君、はい、はいはい、今あげますよ、今あげますよ、はいはいはい、ちょっと同じ、なんか知んないけど、マグロが2個になっちゃったからね。おいしいね。ジャンクの方が、ちょっと多めに入ってるんですけど。まあいいですかね。はい。私いつも余分に食べるですからね。ポンちゃん。どうぞ、はい、ポンちゃん、ひんなちゃん、